ことざくらけつすすむ、ことざくらけつすすむ、ことざくらまさかつ、1940年11月26日から2007年8月14日は、鳥取県東白郡倉吉町、後の鳥取県倉吉市出身の大相撲第53代、横綱。本名は、鎌谷の夫。1940年11月26日に、鳥取県倉吉町の尺八で、 警察官の子として誕生する。倉吉町立聖徳小学校を卒業後、倉吉町立東中学校時代に、実父から柔道を仕込まれ、本来は、中学生では、取得を認められていない段位を特例で認めて、もらうほどの腕前にまで上達する。たまたま柔道の全国大会の TV 中継を見て、その才能を見出し、そうして、鳥取にやってきた佐渡が学から熱心に勧誘されたが、 周囲に反対されるものの、どうにか了解を得て、佐渡が学部屋に入門、1959年1月場所に初土俵を踏んだ。卒業まで3ヶ月ほど残っていた、鳥取県立倉吉農業高等学校には、特別に卒業扱いにさせてもらった。四彦名は番付に初めて乗った時は、本名の鎌谷だったが、関取昇進時に、こと桜へ改名した。これは、 佐渡が、学の現役名、ことにに、故郷にある、うつぶき公園が桜の名所であることから付けられもの。番付では、こと桜と書かれ、こと桜と書かれたものは存在しないが、本人は、サインなどでは、こと桜と書いていたという。師匠たちに目をかけられていたため兄弟子たちからの悲みも、あったが、毎日午前3時には土俵に降りて、物稽古に励んだことで力をつけていった。 最初は、左ベタを取って、投げるのを得意として折りどうしても、柔道の癖が取り口に現れていたが、指導とことが浜貞夫との稽古で右四つの方を得得すると、1962年7月場所に重量へ昇進し、その場所を優勝。四場所目の1963年1月場所でも重量優勝を果たして、3月場所に新入幕を果たした。 1964年1月場所には、新三役の場所6日目に、柏戸強氏との取り組みで、土俵上で足首を骨折する負傷で、途中休場。翌場所も全休したため、十両まで、陥落の浮き目に遭う。休場して、以降は、本人曰く、回しを取ると青竹で殴られた、いつまでも晴れが引かないという、厳しい指導のもとに、己の相撲を改造し、 怒頭の突き押し、強烈な、ぶちかましとのドはで一気に攻め押し相撲を得意とし、猛牛との異名を取った。1967年9月場所では、柏戸と佐田の山、豊山、北の富士とに横綱に大関を倒して11勝4敗という、成績を残し、場所後に大関へ昇進する。1968年7月場所は13勝2敗の、 成績で幕内初優勝を果たした。強くなるにつれて、部屋には稽古相手がいなくなったため、出羽の海部屋へで稽古を行うようになった。こと桜本人は後に、当時、名門の出羽の海に出稽古なんて、難しいはずなのに、師匠が頼み込んでくれた。その熱心さは、どこにも負けないくらい、偉かったと振り返っている。大砲後期には、 初顔から18連敗と全く歯が立たなかったが、1969年7月場所の初勝利以降は4勝4敗と検討、最終対戦成績は4勝22敗。大砲が最後の幕内優勝を飾った1971年1月場所では唯一の黒星をつけた。しかし、負傷の多さから甲不調の波が激しく、綱取り場所で10日目を終わって、 トップに立っていながら、終盤に5連敗するな不本意な成績が続き、散々な罵声を浴びた上に負け越しもあったため、横綱に上がることは無理だろうと、陰口を叩かれていた。桁たりを得意とする海の山優にも手を焼き、大関昇進以降は4勝7敗と分が悪かった。最終対戦成績は15勝13敗。百七十二年三月場所では大関、前の山に、張り手で、 気絶、転がされた一番が、無気力相撲との指摘を受けた。その前日の高野花との対戦では二本を刺されながら、矢倉投げに仕留める相撲を見せており、これが、状況証拠として扱われてしまった。前の山は、この場所限りで大関を陥落し、琴桜の印象も一層悪くなってしまう。さらに五月場所は一勝しただけでの氷を急上するなど、引退も噂され始めた。ところが、 同じ二所の関一門出身であり、自身が平素から懇意にしていた、相撲評論家の上風正一と対談した際に、元気づけられ、横綱を目指す決意を固める。この年の11月場所では14勝1敗で3度目の優勝を果たすと、綱取りとなる1973年1月場所も14勝1敗で連覇を果たし、場所後に第53代横綱へ昇進した。 横綱昇進時の年齢、三十二歳二ヶ月は、現在の横綱審議委員会の二場所連続優勝を原則とするの規定が定められた。都市六場所制における最高齢で、遅咲きの桜、ようやく満開、乳場桜の狂い咲きとも呼ばれた。大関在位三十二場所の長期在位、豊山勝雄の大関在位記録に、あと二場所と迫っていた。現在は、 武蔵丸光弘と並ぶ、史上一位体のスロー出席録で晴れて、横綱に昇進したが、恒例での昇進であったことは、本人も重々承知していたようで、講演会から送られた数多くの化粧回しを見て、こんなに長く務まるか不安だと漏らしたという。しかも、横綱土俵入りは、当時から、短命のジンクスがあり後継者が少ない、知らぬ日型を、あえて選択した、指導は、 宮城野と大砲。横綱昇進伝達式では、横綱の地位をけがさぬよう、より努力し、一生懸命頑張りますと、向上を述べた。それでも、同年、7月場所は14勝1敗で、唯一負けた相手である北の富士との、優勝決定戦で勝利して、優勝を決め、横綱に対する不安の声を一周した。しかし、こと桜の不安は的中して、 体力の衰えも重なって、長く務めることができず、横綱在位はわずか八場所で、1974年七月場所前に引退を表明した。対戦力士の中で一番苦手としていたのは三重の海で、対戦成績は七勝十一敗、横綱昇進までは三勝九敗だった。引退後は年寄り、白玉を襲名したが、わずか十日後に、佐渡が額が死去したため、 佐渡が学代理を経て、佐渡が学を襲名して部屋を継承した。翌1975年2月1日に引退相撲が開催され、立ち持ちに北の海、梅雨払いに輪島を従えて、最後の横綱土俵入りを取り行った。断髪式では、師匠が死去していたため、二所の席が止めハサミを入れた。現役時代から内弟子を集めており、大関では、ことかぜ豪気、 こと、欧州勝則、こと三月刑事、こと将義和弘、関脇では、ことが、梅武氏、こと、藤高屋、こと錦式甲州、こと若、晴れ進むの四人、小結では、こと稲妻義弘をはじめ、合計二十二人の関取を育成した。自身が師匠を務めた間、幕内優勝力士は四人、こと風、こと、富士、こと錦、こと三月を輩出した。 1990年代初頭には幕内力士7人を養し、七子と佐渡が学軍団と呼ばれて幕内の最大勢力だったこともある。稽古自体は非常に厳しかったが、気配りが上手で面倒見が良く、弟子たちからは慕われていた。50歳を過ぎてからも自ら回しを締めて胸を出すなど非常に指導熱心であった。解説の際には、 弟子の取り組みに対して思わず、そこだ、おせ、よし、いけといった具合に声が出てしまう場面も見られた。真面目で誠実な人柄、スカウト熱心で、知られ、講演会組織を全国に持っていたこともあるが、いかなるヘ地でも、最終的には、自らが足を運んで勧誘した。その熱心さに、時には、相手方が誇示している場合でも、半ば強引に口説き落とすこともあっと言われている。また、 元横綱の私より、足が大きいからこの子は大物になれる。お前なら数年で関取になれるぞなど、はったりのような口説き文句で入門を決意させることも多かったとい。引退後、部屋の稽古場に新しく、土俵を2面設け、弟子たちの稽古に役立てた。日本相撲協会では1992年から6期12年に、渡って、理事として、審判部長、名古屋場所部長を歴任。 北の海理事長一期目には事業部長に就任した。その一方で大相撲放送の解説を務めることも多かった。審判部副部長時代には、1986年5月場所8日目の小西八十7北尾工事船で VTR では北尾の足が先に俵を割り込んでいるように見えたにも、割らず、胴体、取り直しの採決を行い、その取り直しの一番で、 小西式がサバ織りを受けて、致命的な負傷を負ったため後に議論を呼んだ。1996年には、マナ娘と結婚したことの若、当時はことの若を、婿養子として迎え入れた。2005年11月25日に定年退職を迎えた。同年11月場所の千秋落までは教会に残ることができたが、部屋持ちの親方が退職するとその部屋の力士が、 出場できなくなる規定があるため、同日に引退したことの和歌に、年寄り、佐渡が額を譲り、くしくも二代続けての本場所途中の部屋継承劇となった。こと風に続く大関が育たなかったのが悩みだったが、退職直後に、こと欧州が大関昇進を決め、喜びのコメントが紹介された。なお、場所後に行われた、こと欧州の大関昇進伝達式では、 日本相撲協会の計らいにより、佐渡が学王や片夫妻と共に同席が認められた。2000年11月26日に、還暦、満60歳を迎えたものの、この頃から体調不良等が続いた理由により、還暦の表入りは行われず、赤い綱を受け取るのみであった。2004年には、糖尿病の悪化に伴うエスを発症したため、左足を、 足首から切断する手術を受けた。そのため、これ以降は杖をつきながら、義足での歩行を余儀なくされた。10ヶ月の入院生活を経て2005年に退院するが、手術では弱っていた心臓が止まったこともあった。2007年にも、心筋梗塞の手術を受け、入退院を繰り返していた。2007年、7月場所後にも琴とみが、苦労の末に大関昇進を果たした。 2007年7月25日に行われた、ことみつきの大関昇進伝達式では、後ろの肩で椅子に座りながらその光景を見届けている。自分が大関になった時より嬉しいと目を潤ませながら、コメントを述べたが、これが結果的に生涯最後の仕事となった。ことみつきの大関昇進決定からわずか20日後の2007年8月14日18時19分、敗血症による、 多臓器不全のため、千葉県松戸市の千葉西総合病院で死去した。死の直前、サッカー問題で、禁慎処分を受けていた、朝小竜名徳を気にかけ、土俵に戻ってほしいとのメッセージを残していた。佐渡が学部屋としての葬儀は、同年8月21日に取り行われた。楽しく、ご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。